There are two main sects of Marianism. One sect believes in Maria of Bethany, Maria of Bethany, or Jesus' wife, or Jesus' wife. This sect of Marianism is a religion widely practiced in the Philippines. Typically, Maria in the sect there is represented with long hair and a pot of oil. Maria of Bethany is said to have healed Jesus' body with oil and wiped his feet with her long hair. Now, I call this Maria, Maria A. マリア教といっても大きく分けて2つの派があるということになります。一つはイエスの妻のイエスの妻のベタニアのマリアを信仰する派ということです。広くフィリピンで信仰されているマリア教がそのマリア教ということになります。一般にはそこで表現されているマリアは長い髪と長い髪と油の壺、油の壺を持っています。ベタニアのマリアはその油でイエスの体を癒し、長い髪の毛でイエスの足を拭ったと言われています。このマリアをマリア A とします。広し林、MMS City Japan, December the 3rd, 2023. On the other hand, there is also a sect that believes in the Virgin Mother, the Virgin Mother, or the Mother of Jesus, or the Mother of Jesus.This Marianism of the sect is a religion that is widely practiced in Mexico. Generally speaking, there in Mexico, Mary is depicted as a pure and beautiful woman. This Mary, worshipped in the current Catholic Church, is now called the Virgin Mother. I call this Mary, Mary B. 一方、イエスの母親である Virgin Mother を信仰する派もあります。広くメキシコで信仰されているマリア教がそのマリア教ということになります。一般にはそこで表現されているマリアは清楚で汚れのない美しい女性として表現されています。清楚で汚れのない美しい女性として表現されています。現在のカトリック教会で信仰されているマリアがそのバージンマダーと言われているマリアです。
Now you see on the left is Maria Bethany or Maria A from the Philippines. And on the right is Mary B or the Virgin Mother from Mexico. Please check the difference. そこで皆さんにベタニアのマリア A とそれから聖母マリア B を比較していただきます。左がフィリピンのマリア A、 つまりベタニアのマリアということになります。そして右がメキシコのバージンマダー、つまりイエスの母の聖母マリアということになります。まあ、際立った大きな特徴はですね、つまりマリア A の方はですね、香油の入った油の入った壺とそして長い髪を持っているということです。ベタニアのマリアはですね、イエスたち一行がですね、まあ、ベタニアへやってきた時に自分の家に投入させてですね、そして、まあ、イエスの話を熱心に聞いたと。でその時のことなんですけども、つまりベタニアのマリアはですね、高価な、まあ、聖書にはそのように書いてありますけども、高価な油の入った壺を持ってきてですね、イエスの体を拭ってですね、そして濡れた足をですね、髪の毛で拭いた、まあ、そういうところからですね、ベタニアのマリアということになるわけですけども、そのベタニアのマリアはですね、つまりは私林博士はイエスの妻のベタニアのマリアであったと判断しています。ともかくもですね、左がですね、これがフィリピンで信仰されているベタニアのマリアということになります。聖書の記述通りです。はい、まあ、妻であるかどうかということについてはですね、まあ、私の動画の方で説明していますので、またそちらをご覧になってください。まあ、ここでは今日のポイントではありません。ともかくもですね、左がベタニアのマリア、そしてフィリピンではベタニアのマリア信仰が一般になされているということになります。はい、そして右の方がですね、これが Virgin Mother、 つまり聖母マリアということになります。最もよく知られた話はとしてはですね、グアダルーペのレイディ事件というのがあります。でそのグアダルーペのレイディというのはですね、ある農夫がですね、歩いていると実際に現れてですね、まあ、農夫にいろいろと指示をしたと、まあ、そういうことなんですね。そして特にここで注意していただきたいことはですね、その時にそのマリアなる女性がその農夫に渡したマントのようなものがあるわけですけども、そこにはですね、八方向に伸びる、つまり星の形が表現されているということです。八方向に伸びる星のマークはですね、イナンナマリアのシンボル的な、まあ、マークということになるわけですね。すなわちメキシコではですね、イナンナマリアが信仰されているということになります。一般説といいますか、従来の考え方によればですね、共にマリア、マリア、共に聖母マリア、聖母マリアということになっていますけれども、明らかにメキシコでいわゆる、まあ、信仰されているマリアはですね、聖母マリアではないということですね。油の入った壺、そして長い髪の毛がその特徴ということになります。そして他方ですね、メキシコのマリアはですね、マリア、マリアと言いながらですね、そのマントにはイナンナマリアの特徴である、あるいはシンボルマークである八方向に伸びる星、金星のマークがそのマントに記されているということです。つまり全く別人だということです。つまりですね、一般にはマリア教というのはですね、一つというふうに考えられていますけどもね、まあ、現在のマリア教はですね、よくよく見るとですね、フィリピンで信仰されているベタニアのマリア教と、それからメキシコのマリア教がある。そしてそのメキシコ側のですね、マリア教というのは、その源流はですね、ローマンカトリックのマリア教ということになります。というような違いをですね、この動画でご覧いただきますけども、この動画の中ではですね、最初に左の動画を見ていただきます。そして後半部でですね、右の動画を見ていただきます。でそれら両者をですね、見を、まあ、見ていただいてですね、つまりマリア教にも2つある、そしてそんな流れも2つあるということをですね、皆さんにも理解していただけたら嬉しいです。そのそれぞれの、まあ、その後半部の動画についてはですね、ここに時間を示しておきます。
Wikipedia English write about the later life of Mary Bethany as follows. There are several traditions surrounding the later life of Mary of Bethany. One tradition holds that she traveled to Ephesus, now in Turkey, with the Apostle John and lived there until her death. Another tradition suggests that she went to France with Lazarus and Martha and may have settled in the town of Tarascon, where she is still venerated as a saint. ベタニアのマリアの晩年についてはいくつかの言い伝えが残っています。ある言い伝えによると、彼女は使徒ヨハネと共に現代のトルコのエフェソスに旅行し、死ぬまでそこで暮らしたといいます。別の言い伝えによれば、彼女は兄のラザロ、姉のマルタと共にフランスに行き、タラスコンの町に定住した可能性があり、現代もその地では聖人として崇められています。広島市ハママシリジャパン November 28th, 2023。Another common feature of Saint Mary's iconography is a long hair which is shown cascading over her shoulders or wrapped around her arm. This is a reference to the Gospel account of how she used hair to dry Jesus' feet after anointing them with perfume. The gesture was out of great intimacy and affection, symbolizing her devotion to Christ. ベタニアのマリアの図像、つまり絵画は、フィリピンでは重要であり、聖習慣の行列やその他の宗教行事には、彼女、つまりベタニアのマリアの像が頻繁に登場します。芸術の世界における彼女の描かれ方は、彼女の美徳とキリスト教の歴史における重要性を反映しています。聖マリアの図像、つまり絵画の最も特徴的な特徴の一つは、香水のボトルを持ち髪を掴んでいる彼女のポーズです。こうした絵画に示されているベタニアのマリアは、つまりマリアがイエスの足に高価な香水を塗ったという福音書の記述に基づいていますが、これは大きな謙虚さと愛の行為によるものでした。またいくつかの描写では、ベタニアのマリアが瓶から香水をイエスの足に注ぐ様子が描かれていますが、また別の描写によれば、ベタニアのマリアが瓶をイエスに差し出す様子として描かれています。Another common feature of Saint Mary's iconography is a long hair which is shown cascading over her shoulders or wrapped around her arm. This is a reference to the Gospel account of how she used her hair to dry Jesus' feet after anointing them with perfume. The gesture was one of the great intimacy and affection, symbolizing her devotion to Christ.聖マリアの図像、つまりベタニアのマリアの絵画のもう一つの共通した特徴は、彼女の長い髪であり、その髪は肩の上に垂らしたり、あるいは腕に巻きつけたりして示されています。
これは彼女がイエスの足に香油を塗った後、自分の髪を使ってイエスの足を乾かしたという福音書の記述による内容です。その仕草は彼女のキリストへの献身を象徴する非常に親密さと愛情のこもったものだったと解釈されています。Saint Mary of Bethany is a mother of faith and love whose devotion to Christ continues to inspire Christians worldwide. Her image serves as a reminder of the importance of humility, selflessness, and intimacy in our relationship with God as well as with one another.ベタニアのマリアは信仰と愛の模範であり、そのキリストへの献身は世界中のキリスト教徒にインスピレーションを与え続けています。彼女の姿は私たちと神、そしてお互いとの関係における謙虚さ、無私無欲さ、そして親密さの重要性を思い起こさせてくれます。In conclusion, the iconography of Saint Mary of Bethany is an integral part of the religious and cultural traditions of the Philippines. Her image is a powerful symbol of her virtues and her role in Christian history, as well as a reflection of the artistic and cultural traditions of the religions where she is venerated.As we continue to honor her memory and celebrate her life, may her example inspire us to live with greater faith, love, and devotion. 結論として、ベタニアのマリアの図像、つまり絵画は、フィリピンにおける宗教的および文化的伝統の不可欠な要素となっています。彼女のイメージは彼女の美徳とキリスト教の歴史における役割の強力な象徴であると同時に、彼女が崇拝されている地域の芸術的および文化的伝統を正確に反映しています。私たちが彼女の記憶に敬意を表し、彼女の人生を祝い続けるとき、彼女の模範が私たちにより大きな信仰、愛、献身を持って生きるように促してくれますということを願っています。Jesus refused to turn a stone into bread during his training in the wilderness. However, in the resurrection of Lazarus, Jesus shows the greatest miracle of the miracles. But why? I, Hiroshi, think that it was because Maria Bethany was there behind the great miracle thatJesus showed. Jesus couldn't stand the tears of Maria Bethany. Therefore, I just think that is the reason why Jesus shows the
greatest miracle. In other words, Jesus' feelings for Maria Bethany might have been so strong like that. Here is a love story of Jesus with Maria of Bethany.アラノの修行で石をパンに変えることを拒絶したイエスが、そのイエスがラザロの復活では奇跡中の大奇跡を見せることになります。なぜでしょうか。私林浩司はそのイエスが見せた大奇跡の裏にベタニアのマリアがいたからだと考えています。イエスもベタニアのマリアの流す涙には耐えられなかったということになります。それゆえにイエスはその大奇跡を見せたのではないかと考えています。つまりベタニアのマリアに対するイエスの思いはそれほどまでに強かったということになるのではないでしょうか。これからそのイエスとベタニアのマリアの恋物語について説明します。広し林、ハナマシティ、ジャパン。Four people appear in this story. Jesus, Martha, her younger sister Maria, and Lazarus, who is widely understood to be Jesus' best friend. So, this story begins when Jesus comes near Lazarus' house in Bethany. According to the Bible, it is when Jesus came to about 2.5 kilometers from Martha's home. Lazarus had already died at that time and was on the fourth day after his death. So here in these passages, which I'm about to read, just imagine what conversations each had with each other rather than the content of the story itself.Especially at each time, just imagine what Jesus said to Martha and her younger sister Maria. And just imagine what and how Maria thought at that time and why she acted like that. And more importantly, why did Jesus then perform such a great miracle as to revive Lazarus?Why did Jesus, who never used a miracle or perform a miracle, both in the training in the wilderness and in the place where he was killed? Why, and why? With these in mind, you too are able to find out in the background of this story, a wonderful love story of Jesus, which is very sincere,beautiful and pure. これから聖書の一節を読みます。この話の中には4人の人が登場します。イエスとマルタとその妹のマリアと、そしてイエスの親友と言われていたラザロです。で、この物語はイエスがラザロの家の近くまでやってきたところから始まります。聖書によればイエスがラザロの家から約 2.5 キロのところまでやってきた時のことということになっています。ラザロはその時すでに亡くなって4日目になっていました。で、これから読む聖書の一部では物語の内容よりもその物語の向こうでそれぞれが
それぞれとどんな会話を交わしたかということを想像してみてください。ここが重要です。これから読む聖書の一部では、物語の内容よりも、その物語の向こうで、それぞれがそれぞれとどんな会話を交わしたかということを想像してみてください。特にその時、イエスは何と言ったのか、またマリアはその時何を思い、なぜそのような行動をとったのかと、そしてさらに重要なこととして、なぜイエスはその時ラザロを復活させるなどという大奇跡をしてみせたのかとです。荒野の修行でも、また自分自身が殺される場においても、決して奇跡を使わなかったイエスが、なぜ神の大奇跡をしてみせたのかとです。なぜなぜなぜ、それを考えていくと、あなたもこの物語の背景に、いとも淡く、いとも美しく、いとも素晴らしく、そしていとも爽やかなイエスのどこまでも素晴らしい恋物語を知ることになります。広し林、ハナナシティ、ジャパン。日本聖書協会の翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身で、ラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからも、なお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で撃ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですかと。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こうと。すると
ビビモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。イエスは復活と命。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。と。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは、終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております、と。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びです、と耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスはマリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか、と。彼らは、主よ、来てご覧ください、と言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、と言った。しかし、中には盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかというものもいた。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経ってますからもう臭いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを
私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。イエスを殺す計画。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行きイエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を招集していった。この男は多くの印を行っているがどうすればよいかと。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かってない。一人の人間が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので預言としてイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく散らされている神の子たちを一つ集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企むようになった。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなくそこを去り荒野に近い地方のエフライムという町に行き弟子たちとそこに滞在された。さてユダヤ人の加越祭が近づいた。多くの人が身を清めるため加越祭の前に四方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうかと。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。以上がヨハネ福音書の第11章ですが、皆さんはこの話を通してイエスとベタニアのマリアの細かい心のやり取りをお感じになることができたでしょうか。つまり普通の男女の関係ではないなかったということになります。では最初からもう一度読み直してみます。部分部分で私の解説を挿入します。翻訳文をそのまま朗読させていただきます。ラザロの死。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女である。
一般的にはですね、西方教会においてはですね、ここでいうマリアというのはですね、マグダラのマリアだと考えられていました。しかしその後ですね、近年になってからはマグダラのマリアとベタニアのマリアとは別人であると考えられるようになっているそうです。ともかくもですね、ここでですね、まあ、ただならぬ関係についてですね、皆さんも注意していただきたいと思います。髪の毛で足を拭い、体に香油を塗るということはですね、どういう行為なのかということをですね、まあ、想像してみてください。それがイエスとマリアの関係であったということになります。話を戻します。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わさせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こうと。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で撃ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。とこうお話になり、またその後言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行くと。ここでイエスはラザロを友と呼んでいる点に注意してください。つまりですね、イエスはわざわざラザロを復活させた、まあ、大奇跡を使ったということになるわけですけども、なぜ大奇跡を使ったかというその理由付けとしてですね、親友であったというふうに一般的には解釈されているわけですけども、ラザル自身は弟子でもなかったというわけですよね。ただマルタの兄か弟であったという点です。しかしイエスはそのラザルに向かってなぜ大奇跡をしたかという、まあ、私の疑問の第一点がここにあります。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こうと。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。イエスは復活と命。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオン
ほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザルのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。ここが重要なポイントですから、注意深くお聞きください。イエスはベタニアへやってきたわけです。そして 2.5 キロのところまでやってきたわけです。で、それを聞いたマルタがイエスを迎えに行ったわけです。ところが妹のマリアは行かなかったわけですよね。で、一方イエスは直接そのままラザロの家に向かえばよかったんですけれども、行かないでベタニアのそのマルタの家から 2.5 キロのところで待っていたということになるわけです。なぜマリアは会いに行かなかったのか、イエスはなぜ家には行かないで 2.5 キロのところで迎えを待っていたのかということになります。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。と。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております、と。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びです、と耳打ちした。ここが大変重要なポイントです。マルタはイエスを迎えに行って、そして帰ってきてですね、でイエスはその時そこで待っているということになったわけですけども、マルタだけが家に戻ってきてですね、マリアに耳打ちしたわけです。つまりイエスがですね、あなたに会いたがっている。ここが重要です。イエスがあなたに会いたがっている、耳打ちしたというわけです。ということはですね、イエスはマルタに会った時にですね、こう言ったわけですよね。マリアに会いたい。マリアを呼んできてくれないか、と。ここが重要です。話をつなげます。マリアはこれを聞くと、すぐに立ち上がり、イエスのもとに行った。それを聞いたマリアはですね、すぐに立ち上がりということなんですね。そしてイエスのもとに走ったということになります。で、距離にして 2.5 キロですから、まあ30分は優にかかるわけですよね。となるとその間イエスは何をしていたかということになりますけども、当時のことですからね、その場所を動かないで、つまりマルタに告げた場所をですね、動かないでその場所でマリアを待っていたということになります。つまり1時間以上往復ですよね。1時間以上その場所で待っていたということになります。そしてマリアは繰り返します、すぐに立ち上がってイエスのもとに走っていったというわけです。その気持ち皆さんにも分かっていただけるでしょうか。イエスはまだ村には入らず、マルタが
出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マルタがマリアに耳打ちしたことに対してですね、マリアは即座に反応して、そして慌てて外に出たわけです。その時の雰囲気がですね、どのようなものであったかということはですね、周囲にいたユダヤ人たちが後を追いかけたというその記述内容に示されているということになるのではないでしょうか。つまりマリアは墓へは行かないで、つまりイエスのもとに走っていったということになります。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。繰り返しますが、マルタはイエスに会った。そしてマルタは家に戻った。そしてマルタはマリアに耳打ちした。そのマリアがイエスのもとに走った。距離にすれば 2.5 キロですけども、往復するのにですね、つまり1時間以上その場にイエスは待っていたということになります。もしイエスが動いたらですね、イエスも居場所はわからなくなってしまっていただろうということですが、イエスは待っていたというわけです。そしてイエスのもとにやってきたマリアはですね、イエスのもとで泣き伏したというわけです。イエスはマリアが泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか、と。彼らは、主よ、来てご覧ください、と言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、と言った。しかし、中には、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか、という者もいた。このヨハネ伝はですね、つまり、ヨハネの立場で書かれているためにですね、イエスが泣いたのはですね、親友のラザロのせいだと。まあ、ラザロが親友だったからというわけですよね。しかし、本当にそうかなということになるわけです。つまり、ラザロというのはですね、友は友であったわけですけども、しかし、まあ、そこまでね、親友であったかどうかということについては、疑問が残るということです。むしろ、イエスが涙をこぼしたのはですね、流れからすると、マリアが理由ではなかったかということになります。マリアが泣いた。それを見て、イエスは大変心を痛めた。というふうにも解釈できるということです。イエス、ラザロを生き返らせる。イエスは再び心に憤りを覚えて、こうしてラザロの復活の話へとつながっていくわけですけども、なぜイエスはその時ですね、ラザロを復活させるなどという奇跡中の奇跡、大奇跡をしてみせたかということになるわけです。荒野の修行でもですね、イエスは奇跡を使いませんでした。そして自分の死が及んだ時もですね、イエスは奇跡を使いませんでした。そのイエスがですね、奇跡の中でも奇跡、大奇跡ですよね。その大奇跡である死者を復活させるという奇跡をしてみせたわけです。なぜかなぜかということになるわけですけども、その理由の一つがですね、
私はマリアではなかったかと考えています。イエスはマリアの泣く姿に大変心を動かされたというよりもですね、心を痛めたということになるのではないでしょうか。言い換えると、そのイエスの涙の中にですね、マリアに対する深い深い思い入れがあったと私は判断しました。つまり以上がですね、イエスとマリアの恋物語ということになります。その時イエスは何を考えてどのように行動したか、そしてマリアはその時どのように考えてどのように行動したか、それを考えていくとですね、その向こうにイエスとマリアの淡く美しく純粋な、そして素晴らしい恋物語が浮かんでくるということになるのではないでしょうか。もう一つ続いてですね、イエスとマリアの馴れ初め、つまり出会いについて皆さんにお伝えしたいことがあります。続く動画はその動画ということになります。つまりイエスとマリアはそのようにして知り合い、そしてまあ今日ここで説明した恋物語へと発展していったということになるのではないでしょうか。Jesus and Maria Bethany come to love each other. The proof is Gospel of John, chapter 11. イエスとベタニアのマリアは互いに愛し合うようになります。証拠はヨハネの福音書第11章です。広し林花祭りジャパン March the 11th 2023. Jesus and Maria Bethany escape the persecution of Inanna Maria and get married at Lenoir Chateau, now in France. The proof is the Last Supper, which is said to have been paintedby Leonardo da Vinci. イエスとベタニアのマリアはイナンナ・マリアの迫害を逃れ、レンネル・シャトーで結婚します。証拠はダ・ヴィンチが書いたとされる最後の晩餐です。マリア・ベタニー becomesPregnant, but she is then cursed by Strix, the witch of Inanna Maria. The proof is the Annunciation said to have been painted by Leonardo da Vinci. ベタニアのマリアは妊娠しますが、その時イナンナマリアの魔女のストリックスによって呪いをかけられます。その証拠はレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたとされる受胎告知です。 Mary Bethany's husband Jesus is murdered by three people, Inanna Maria, John the Baptist and Judas the traitor. Mary Bethany is also abusedThe proof is the entombment said to have been painted by Michelangelo Brunetti. ベタニアのマリアの夫のイエスは、イナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、裏切り者のユダの三人によって殺害されます。ベタニアのマリアも虐待を受けています。証拠はミケランジェロ・ブラノティが開拓される埋葬です。
マリオ・ベラニー・イン・ディープリー・サドン・エッジ・ホーザ・レイト・ハズバンド・ジーザス・トゥ・ハ・ボーザン・The evidence in the statue of Pietà said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti。 ベタニアのマリアは亡き夫のイエスを胸に抱き深い悲しみに包まれます。証拠はミケランジェロ・ブラノティが彫刻したと言われているピエタ像です。Eventually, her late husband is placed in a sarcophagus and buried somewhere on Mount Pigarage, now in France. The proof is the Arcadian pastures said to have been painted by Nicolas Poussin. やがて亡き夫イエスは石棺に収められ南フランスのピュガラシュ山のどこかに葬られます。証拠はニコラ・プッサンの書いたアルカディアの牧人たちです。マリア・ベタニー then gives birth to a boy. The evidence is a Madonna and child said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti。 で、その後ベタニアのマリアは一人の男児を産みます。証拠はミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像です。 It goes with a saying that these paintings and sculptures introduced here are not drawn or sculpted by human artists but are drawn or sculpted by God himself as God's messages to us humans。 ここに紹介した絵画および彫刻は人間の芸術家が描いたり彫刻したものではありません。神自身が神自身のメッセージとして人間に書き与えたり彫刻したものであることは言うまでもありません。Martha of Bethany is a biblical figure described in the Gospels of Luke and John. Together with her siblings, Lazarus and Mary of Bethany, she is described as living in the village of Bethany near Jerusalem. She was a witness to Jesus
resurrecting her brother Lazarus. The Gospel according to John, it writes about Lazarus as follows. John chapter 11, 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, Take off the grave clothes and let him go. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. ルカの福音書、ヨハネの福音書の中に出てくるのが、ベタニアのラザロとその姉妹のベタニアのマリアということになります。ベタニアのマリアおよびマルタ、マーサは実在した女性と言われています。が、ある日イエスがラザロの家に行ってみると、ラザロは病気で死んで4日が過ぎていたと言います。そこでイエスは、イエス最大の奇跡、つまりラザロの復活を試みます。そしてその様子をベタニアのマリアは目撃しています。ヨハネによる福音書第11章43節以降には次のようにあります。こう言いながら大声で、ラザロよ出てきなさいとイエスは呼ばれた。すると死人は手足を布で巻かれ、顔も布で覆い包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさいと。マリアのところに来てイエスのなさったことを見た多くのユダヤ人たちは、イエスがしたことを見て、そしてイエスを信じた。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。Luke chapter 10:38. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Get her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, You are worried and upset. There are many things, but only one thing is needed. Mary had chosen what is better, and it will not be taken away from her. イエスと使徒たちは道の途中で
一つの村へとやってきた。そこにマルタと呼ばれる女性がいて、イエスたち一行をドアを開けて中へ迎え入れた。マルタには一人の妹がいて、イエスの足元に座り、イエスの話に耳を傾けていた。が、マルタは、マルタがしなければならない準備のため、心を煩わせていた。そこでマルタは、イエスにこう言った。主よ、主よ、妹のマリアは、私だけにすべての仕事をさせていますが、それでよいのでしょうか。マリアに言って、私を手伝うように話してください、と。それに答えてイエスは、マルタよ、マルタ、あなたは心配し、多くのことをしなければならず、混乱しています。が、一つのことが必要です。マリアは自分にとってより良い方を選びました。そして、その一つのことをマリアから取り去ることはできません。と。広し林、浜松市、ジャパン。That is to say that Mary chose listening to the teachings of Jesus over helping her sister prepare food. Jesus responded that she was right because only one thing is needed, one thing apparently, meaning listening to the teachings of Jesus.つまり、マリアはイエスの教えを聞くことを選び、彼女の姉のマルタが食事の用意をするのを手伝わなかったというのです。で、聖書の一般的な解釈によれば、ここで言う一つのことというのは、イエスの教えに耳を傾けることということになります。Our Lady of Guadalupe appeared on Tepeyac Hill to Juan Diego, a humble peasant farmer in Mexico, on December 12, 1531. It was just before dawn, and Juan Diego was hurrying to... 1531年12月9日のこと、メキシコ、グアダルーペのインディオ、ファン・ディエゴの前に、聖母が現れたとされる。聖母は司教に聖母の大聖堂を建設する願いを伝えてくれるように求めた。ディエゴは病気の親類の助けを求めに行こうとしていたため、話しかけてくる聖母を振り切って走り去ろうとした。すると聖母は彼を制止し、親類の回復を告げた。ディエゴが戻った時、病気だった親類は癒されていた。聖母に司教へ印として払
花を持っていくように言われたディエゴは花をマントに包み司教官に運んだ。司教官に花を届けた際、ディエゴのマントには聖母の姿が映し出されていた。ファン・ディエゴは2002年に劣勢された。また彼が聖母を見たメキシコ市近郊のテバヤクの丘には巨大なグアダルーペ寺院が建てられた。1537年、ローマ教皇パウルス3世はインディオは理性ある人間として扱われるべきという戒勅を発し、植民地におけるインディオへの迫害を禁止した。広島屋市浜松市ジャパン。We encourage you to shop for her items by clicking on... Miss Marilyn Anderson wrote to me on July the 27th, 2016 as follows. I would say the most, not secret, but magical in America is likely...Our Lady of Guadalupe, thousands and thousands of Americans trust and rely on the magic of Our Lady of Guadalupe. And also, please see Kwan Yin at Joe's house of Weaverville, very magic like Our Lady of Guadalupe. Our Lady of Guadalupe and Kuan Yin one the same? アメリカ在住のマリリン・アンダーソンさんという方からメールが届いています。アメリカで最も不思議なことといえば、Our Lady of Guadalupe ではないかと。そしてもう一つ、クワンイン、ジンを挙げてくださいました。で、今日はその二つについて検証してみます。今、皆さんにご覧いただいているのは、1531年12月9日に、ファン・ディエゴという人の前に現れた聖母、マリアということになります。このような形で、つまり、様々な形でこうした記録が残されているということになります。もう一つはですね、ジョスハウスのクワンイン寺院と呼ばれているところです。このクワンイン寺院はですね、ゴールドラッシュの頃、1874年に中国系のアメリカ人の方たちによって、建てられた寺院ということだそうです。で、まあ、特に調べてみましたが、目新しいものはありませんでしたので、今日は割愛させていただきます。これがクワンイン寺院の内部だそうです。それでは皆さんをメキシコシティ近郊のグアダルーペ寺院に案内します。ファンディエゴは2002年に劣勢されています。成人に加えられています。これがグアダルーペ寺院です。巡礼地としてはカトリックの中でも最大規模の巡礼地になっているそうです。いわゆるまあ訪れる信者の数では世界で第3位にランクされています。で、このグアダルーペに聖母マリアが現れたというわけです。で、このレイディ、マドンナのですね、この像を見て気がついたのが、このマントなんですね。注意深くご覧ください。で、これがまあ、最も広く紹介されている絵なんですけども、そのマントには、
8方向に伸びる星が描かれています。8方向に伸びる光がですね、星が描かれています。そこに注意してください。8方向です。で、この8方向に伸びる星、あるいは星型はですね、シュメール、メソポタミアではですね、神を表す文字としても、使用されていました。これは私が35、6年前に書いた本ですけども、この中央のくさび型文字がそれです。星イコール神、イコールってことになるわけですね。発音はデンギルと発音します。ですからまあ、ただ単なる星ではないということですね。で、これはミトラ教の神事の様子を表したものですけども、その壁に同じ記号が書かれています。一見すると星のように見えますが、星ではありませんね。注意深くご覧ください。このように天井に8方向に伸びる星が描かれています。で、その中央のくさび型文字と、今のミトラ教の神事の様子の中に描かれていた、この星と比べていただくとわかりますように、正確にくさび型文字の神を表す、まあ文字をですね、表しているということになります。ただ単なる星ではないということですね。そして、これが基本となり、まあこれがアヌ王を表しているのかもしれませんけども、基本となり、イスターのシンボルマークが出来上がったと、私、林宏氏は判断しています。まあ、丸の中に示したのが、8方向に伸びる、まあ、星ですけども、これは、イスターのシンボルマークです。イナンナ、イスターのシンボルマークです。シュメールでは、イナンナと呼ばれていました。日本でも、イナンナと呼ばれていました。イナンナ、イスターのシンボルマークです。これは、バビロニアで見つかっているアーティファクトですけども、日本の縄文ヴィーナスと、コンセプトを同じにします。ともかくも、左はマリアイコール8方向の伸びる星がシンボルですから、マリアイコールイスターということになります。まあ、このようにして繋がっていくということですね。こうした私、林宏氏の説の一方で、まあ、ローマンカトリックの方は、どのように説明しているかということですけども、まあ、星は星なんだと。で、これは聖母が海の星であることを示していると。いわゆるシースターですね。論ですね。で、別の公式のサイトにも次のように説明してあります。ここが重要なところですから、正確に翻訳します。聖母のマントの星は、聖母が天国からやってきたことを示す。聖母は天国の女王としてやってきたが、聖母の目はつつましく、そして慈愛に溢れている。星はまた、この像の超自然的な性質を示している。1983年に出版されたメキシコのジュアン博士の研究によれば、象に表現されている聖母のマントの星は、1531年12月12日、冬至の時、その夜明け前の朝に現れた星々を正確に示しているという。なお、続く動画の中で詳しく説明しますが、ローマ法王の紋章は変更されています。左が従来のローマ法王の紋章です。右が現在の法王の紋章です。星の形に注意してください。左は5方向に伸びる五芒星です。右は8方向に伸びるイナンナ・イシュタールの紋章です。で、結論ということになります。1531年、つまり、レオナルドなる画家が死んだとされる、1519年から数えて、
12年後のこと。メキシコのインディオのファン・ディエゴが聖母マリアに会ったということになります。コロンブスが初めてアメリカ海域に入ってからでもたったの39年後のことです。そのマリアのマントには8方向に伸びる星が描かれていたというのです。もし海の星であるなら、歴代の法王の紋章のように5方向でもよかったはずです。8方向ではなく5方向でもよかったはずです。つまり8方向などという星はメキシコのインディオであったファン・ディエゴが知るはずもないことだったのです。が、マントには8方向に伸びる星が書いてあった。つまりこれは星は星でも私、林博士はイナンナ・イシュタールのシンボルマークの規制、もしくはさらに言えば、メソポタミアでいう、民を表す、くさび型文字であったと判断しています。が、この事実は、現在のカトリックにとっては、とてもまずい話ということになります。マリアイコール、イナンナ・イシュター説を裏付けることになってしまうからです。あるいは、バビロニアの神説を裏付けることになってしまうからです。だから、カトリック側は、海の星、つまりシースターと位置づけている。わかりやすく言えば、ファン・ディエゴの前に現れたレイディ、つまりマドンナは、自ら、イシュタール・イナンナを、こういう形で、名乗ったということになります。つまり、私、林博士の、マリア、イコール、イナンナ・イシュタール説が、図らずも、このような形で、ファン・ディエゴの証言により裏付けられたということになります。繰り返しますが、8方向に伸びる星は金星を表し、それはイナンナ・イシュターのシンボルマークなのです。1531年にファン・ディエゴの前に現れた聖母は、その8方向に伸びる星のマークを身につけていたのです。私はイナンナ・イシュターなのよ、とです。聖母マリアはイナンナ・イシュターだったのです。マリリン・アンダーソンさんからのメールから私は以上のような情報を読み取りました。マリリン・アンダーソンさん、どうもありがとうございました。続く動画の中でさらに私の説を詳しく説明します。Bye for now. Wikipedia writes about Ishtar as follows. Ishtar is a Mesopotamian East Semitic, including Akkadian, Assyrian, and Babylonian goddess of fertility, love, war, and sex. She is a counterpart to the earlier attested Sumerian Inanna and a cognate for the later attested Northwest Semitic Aramean goddess Astarte. Ishtar was an important deity in Mesopotamian religion, which was extant from 3500 BCE until its gradual decline between the 1st and 5th century CE in the face of Christianity. A. Hiroshi Hayashi, however, claimed that we have been visited by Ishtar after that and even now as ever before. Here I can show you a very strange link between Ishtar and Buddha, as a matter of fact, Buddha's father, in another version of a human's history. 女神中央の女神、それがイシュターということになります。今まで私、林博士は、ローマ字方式でイシュタールと勝手に呼んでいましたが、この動画から英語式に改め、イシュターと呼び方を変更します。そのイシュターはシュメールのイナンナに対応します。ウィキペディア百科事典によれば、メソポタミアの宗教においては、紀元前3500年頃から、
紀元後1ないし5世紀まで重要な存在であったということになっています。が、イシュターはその後もたびたび私たちの前に姿を現しています。その一例が1917年、ちょうどロシア革命と時同じくして起きたファティマの踊る太陽事件です。人間の歴史においても UFO の目撃事件としては最大規模のものです。この動画の中では、そのイシュターとブッダの不思議な関係、つまりイシュターとブッダをつなぐ謎の点と線について皆さんにお伝えします。広し、林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんに話しておきたいことはですね、これは女神に限らないことですけども、古代の神々は人間と接するときにはお面、マスク、あるいはオーバーオールヘルメットをかぶっていました。これはイシュターです。シュメールではイナンナと呼ばれていました。右のようなお面だけのものも見つかっています。この両者は全く同じです。つまり、左のイシュターの像は右のお面をかぶったイシュターであるということになります。最初にお面をかぶっているという点にどうか注意してください。左のこの写真はですね、どういうわけか目が黒く塗りつぶされています。お面の方も黒く塗りつぶされています。私が黒く塗りつぶしたのではありません。まあ、つまり何かまずいことがあるということで、このように黒く塗りつぶしたのではないかと私、林博士は考えています。で、これらがお面であることはですね、右の模式図を見ればわかります。頭の後ろに、そのお面と言いますか、ヘルメットを留める、バンドのようなものが描かれています。つまりこういう形で、古代の神々は、お面、マスク、あるいはヘルメットをかぶっていたということになります。もう一度、この写真を見てください。右の写真が手に入りました。目の中が見えます。そして左が黒く塗りつぶされた同じお面ということになります。では、イシュターの話に戻ります。イシュターです。左のレリーフはですね、リリトと言われてますけども、これもイシュターです。比較してみるとそれがよくわかります。で、右のイシュターの像が、これがお面をかぶった像であるとするならば、まあお面をかぶっているわけですけども、左のレリーフのこのイシュターもお面をかぶっていると判断されます。ヘルメットの形も同じです。で、細部を比較していきますと、同じということがわかります。中央もイシュターです。なぜお面をかぶっていたか。まあ、それには、つまりですね、お面をかぶらざるを得なかったということが考えられます。つまり、人間と接するときには、お面をかぶっていたということになります。このイシュターは日本の縄文イナンナとつながります。縄文イナンナです。そして、このような土偶が見つかっています。ヘルメットに注意してください。右二つ上下比較してください。そして、右がイシュター。左もイシュター。中央もイシュターということになります。お面をかぶっています。縄文イナンナのお面も内側に彫り込んであります。一番右がバビロニアで見つかっているイシュターです。まあ、こうして、つながっていくということですね。みんなお面をかぶっているということです。そしてバビロニアで、縄文イナンナと同じコンセプトで作られたアーティファクトが見つかっています。イシュターです。お面をかぶったイシュターです。そして左が縄文イナンナです。シュメール、日本ではイナンナと呼ばれていました。やはりお面をかぶっています。今日の第一のポイントは、
女神のみならず、神々も皆、お面、もしくは、マスク、あるいは、オーバーロールヘルメットをかぶっていたという点です。ここで、ブッダの話をします。これは、苦行中のブッダということになっています。が、これは、ブッダではありません。ブッダの父親のフトダナ・ガウタマです。台座のところに、ゾラスタ教の神事が浮き彫りになっている点に注意してください。フトダナ・ゴータマです。ペルシャのペルセポリスの碑文にその名が残っていました。で、この、まあ、ブッダのお父さんですけども、一応ここではブッダとしておきますけども、目に注意してください。どうも目が、はっきり言えばおかしいですね。まあ、ぐんとくぼんでいて、そして目の中に目があります。そしてこれら四つの像は、髪の毛を見るまでもなく、目が別々の像です。で、この中のこの像に注意してみます。注意深くご覧ください。目の中に目があります。瞬膜かもしれませんが、目があります。で、これは私は、オーバーオールヘルメットをかぶった、ソダナ・ゴータマであると判断しました。ブッダのお父さんです。で、この目に注意してください。青い線の下にあるのは、これは下まぶたではありませんね。目の中に目があるということです。で、このフトダーナ・ガウタマの目と先ほどのイシュターの目を比較してみます。左がイシュターの目です。右がフトダーナ・ガウタマの目です。まあ、この両者は大変奇妙なことに目が、まあ、落ち込んでいると言ったらどう表現したらいいのかわかりませんけども、まあ、見た感じ、オーバーオールヘルメットをかぶっているかのように目が奥の方に表現されています。そして左の方は目が散り上がっているのが見えま、わかりますね。いわゆるトカゲ、目をしています。で、右の方は、スタダナ・ゴータマの方は目が、まあ、丸いですけども、オーバーオールヘルメットをかぶっていると、私、林博士は判断しました。で、注意深く比較してみると、左のイシュターの目は、いわゆるまあ散り上がっているということですね。そして、まあ、細い目が描かれている。まあ、これがですね、イシュターの像がですね、黒く塗りつぶされていた理由だと私は考えています。まあ、これはたまたまそういった絵が手に入ったわけです。で、さらに比較してみます。左がイシュターで、右が一応、苦行中のブッダという名前のついたフトダナ・ゴータマ、すなわち、ブッダの父親です。下の台座を見てください。ゾラスター教の信仰してますね。で、それはともかくも、左の像も、これもイシュターです。そして下に出したのが、ファティマのレイディです。ファティマの踊る太陽事件の時に目撃された、レイディですね。そして右がフラットウッドモンスターと呼ばれているエイリアンです。で、この両者をこれから比較しています。左がファティマのレイリー、そして右がフラットウッドモンスターです。ファティマのレイリーについて、スペイン在住の視聴者の方よりこんな資料が届きました。これがファティマのレイリーだそうです。3人の子供たちの証言をもとにして、描かれた絵だそうです。向かって一番右にいるのがルシア、あるいはルキアです。当時10歳でした。で、これらの子供の証言に基づいて、ファティマのレイディの絵が描かれたということです。で、この絵について検証してほしいと、そういった依頼を受けました。ファティマの聖母と呼ばれています。で、三人の子供に、なんとか、と言いますか、逆に三人の子供の前に現れたということですね。で、これが、ファティマのレイディの絵です。
で、比較してみますと、左がイシターですけども、コンセプトが大変よく似てるのはわかります。イシターは豊穣の女神とも呼ばれていましたから、まあ体中に卵のようなものをぶら下げています。でも先にちょんとしたとんがりがありますので、卵ではないと思います。ともかくも、このような一風変わった衣服を身につけていたということですね。そのコンセプトが、中央のファティマのレイディのそれと大変よく似ています。両側はイシターです。そして、頭の周りの、まあ、降臨といいますか、輪にも注意してください。まあ、ここまで類似していると、違うという判断を下す方法が無理ではないのでしょうか。よく似てると言いますか、コンセプトが同じということですね。つまり、中央のファティマのレイディは、イシターの可能性が大変高いということです。で、イシターというのは、実は、マリアのことでした。マリアイコール、イシター、説、by林博を、説明する前に、フラットウッドモンスター事件について話しておきます。1952年9月12日、ウェストバージニア州で大変奇妙な事件が起きました。ここがその事件の舞台となったフラットウッドです。ここに、まあ、UFO が墜落というか着陸したわけですね。まあ、そうした事件が起きました。そして、そのフラットウッド、ここでですね、こうした、まあ、怪物が、モンスターが子供たち、そして何人かの人たちによって目撃されました。その事件なんですね。で、この事件の直前に、あの、ワシントンパニック事件というのが起きています。ワシントンメリーゴーランド事件というのがそれです。で、全米がですね、大変神経質になっていた時に、この事件が起きたということです。フラットウッドモンスターです。で、これは2014年にその調査をした方の記録ということになります。で、その後、まあ、いろいろな、まあ、絵が描かれ、報告書があり、そして、何冊かの本にもなりました。フラットウッドモンスター事件は、まあ、嘘でできる話ではないということですね。その時に描かれた絵がこうして紹介されています。
後ろにハート型の光背のようなものが、ものも表現されています。で、空中に浮かんでいたということなんですね。そして左の子供たちが、その、まあ、エイリアンらしき、まあ、エイリアンですけどもね、を目撃したと。そして、いろいろな絵が残されました。これが今、最も、よく知られた絵ということになります。で、それについて、ウィキペディアの方ではですね、まあ、詳しく解説しています。で、実名も載っていますので、まあ、これをですね、集団ヒステリーって言いますかね、幻覚であったと片付けるのは、少し無理があるのではないでしょうか。まあ、ともかくも、私自身は、この事件は、あったと判断しています。その上で、話を続けていきます。まあ、後の判断は皆さんにお任せしますけども、これがよく知られたフラットウッドモンスター事件、ですね。1952年の9月12日に起きています。まあ、その時の様子が詳しくこのように記録に残っているということになります。で、私はですね、この事件そのものと言いますか、そのものよりもですね、その、目撃した人々の証言に基づいて描かれた絵の方に、まあ、注目してみました。この女性が実際に見てるわけですね。そしてこのような絵を描き残したということになります。で、こうした、まあ、健康被害も出ているということです。これも詳しく、調査されています。で、これについて、まあ、やはり、まあ、なんて言いますか、例によって例のごとく、集団ヒステリーであったと。あの、ファティマの踊る太陽事件も、集団ヒステリー事件というふうに言われています。10万人近い人が同時に、目撃したにもかかわらず、集団ヒステリーだったというわけです。しかもその踊る太陽をですね、遠く離れたところから、ベランダから、まあ、ほとんど水平に、その踊る太陽を見た人もいます。まあ、その話はこの動画の後につなげておきますから、興味のある方はまたご覧になってください。ともかくも、このフラットウッドモンスター事件というのは、あったということですね。で、大変奇妙な今乗り物に乗っていますけど、これと同じ乗り物がアステカでも見つかっています。まあ、今日はその紹介はしませんけども、まあ、筒型の乗り物です。それと同じものがアステカでも見つかっています。で、これはまあ全米で、まあ、いわゆるワシントンパニック事件の直後であったということもありまして、全米で、まあ、センセーショナルな、話題となったということです。アライウマかフクロウをか何かの動物を見て怖くなって逃げ出したのだろうという保安官の推論も取り上げられたと。まあ、やがて騒ぎは沈静化したということなんですね。まあ、これがフラットウッドモンスターですと呼ばれている、まあ、エイリアンということになります。で、この事件を調べているときにですね、まあこうして、こうしたイラストも描かれているわけですけども、私は、まあ、大変奇妙な事実に気がつきました。それをこれから皆さんに紹介しますが、このフラットウッドモンスターは何かしらこう、まあ、なんて言いますかね、宇宙服のようなものを身につけていたということらしいですね。そして中にはこのような、まあ、なんて言いますか、生物らしきものが、目撃されたということで、その目撃証言に基づいて、このような絵が描かれたものと、私、林浩司は判断しています。で、これが、まあ、フラットウッドモンスター事件をですね、実際にあったとするならば、これは、その事件に現れたエイリアンということになります。
話を先に進める前に、もう一つ重要な点について、墓所を固めておかねばなりません。これはバチカン発行の美術集です。そのバチカン発行の公式の美術集の第1ページ目にこの絵が紹介されていました。この絵の頂点と、そしてやや下がったところに、実はイシュターとシャーマシュの文様が描かれています。これが8方向に伸びるイシュターの文様です。そしてこれが太陽をかたどったシャーマシュの文様です。太陽の光線を表しています。左がシャーマシュ。そして右がイシュターの文様です。中央がバウンダリーストーンです。中央に父の神を置いています。左のシャマシと右のイシュターは兄弟であったと言われています。左は太陽をかたどっています。右は八方向に伸びる光がですね、金星をかたどっています。太陽系の惑星を外側から数えますと、金星は、まあ、8番目ということになるわけですね。で、その文様が、ローマ法王の近辺にも描かれています。注意深くご覧ください。中央はやや見にくいですけども、これはシャマシュの文様かと思われます。右もシャマシュの文様かと思われます。で、これがシャマシュの文様です。右がイシュターの文様です。八方向に伸びる金星を表しています。そして、それを合体した文様も実際に使われています。つまり、バチカンではですね、私が金々説いているように、イエスがシャマシュであり、マリアがイシュターであるということを していたということになります。さらに別の角度から検証しています。バウンダリーストーンです。これはもう一つのバウンダリーストーンですけども、このバビロニアのバウンダリーストーンの中では、頂点にイシュターが立ちます。八方向に伸びる金星をかたどっています。これがイシュターの文様ということになります。なあち、イナンナ、イシュターですね。そして、右がシャマシュロの紋章ということになります。太陽をかたどっています。そして、シャマシュの頭に注意してください。歴史上初めて降臨が、この頭の周辺ですね、が現れるのが、このレリーフです。そして、光線が、四方八方に伸びています。太陽を表します。そして、イシュターは、豊穣の神とか、いろんな名前で呼ばれてますけども、月の女神でもありました。頭に月の、をかたどったですね、冠をかたって、をかぶっているイシュターの像もいくつか見つかっています。この黄色いのが歴史上初めて現れる降臨ですね。これが後のキリスト教の降臨となっていったと林博士は判断しています。ハローがこのように歴史上初めて現れたということですね。で、イシュターとシャーマシュですけども、まあ、私の考えによれば、ミトラ教の流星に危機感を抱いた、イシュターと、まあ、特にイシュターですね、シャマシュと組んで、キリスト教を立ち上げます。それが現在の、カトリックと繋がっていると。まあ、そういうことになります。で、もう一度、ここを確認してください。ここに、イシュターの文様、右の方にシャマシュの文様が描かれています。まあ、このように、こちらのバウンダリストンでは、神を頂点に置いて、二人の神が立つってこと、立ったということになるわけですね。で、そのことをですね、実は、イエズス会の修道士たちもしていたということになります。これは現在の法王のフランシス法王です。フランシス法王はイエズス会出身です。で、このような紋章を使っています。周辺には、ローマンカトリックの紋章、そして中央にイエズス会の紋章を描いています。左下にイシュターの文様が使われています。八方向に伸びる金星です。まあ、右の方はこれが、イエスの文様と言われてますけど、これは私はパインコーンではないかと思ってますけども、
少し形が違うようです。ともかくも、これがイスターの紋章ですね。そして、上を見ていただきたいんですけども、ここに太陽、すなわち、シャマシの紋様を使っています。すなわち、イエズス会では、イエスがシャマシのことであり、マリアがイスターであるということを知っていたということになります。そして、I と S の頭文字を取って、IHS としたと。まあ、そのように判断できるということですね。すなわち、イエズス会、イエスの仲間という意味だそうですけども、イエスの会ですね。いわゆるまあ、マリア教徒化したローマンカトリックに対して、まあ、もう一度イエスの力を取り戻そうということで、イエズス会が生まれたと私、林博士は考えています。まあ、ともかくも、このような形で、イスターイコール、マリア。まあ、イスターのあの、ヘブライ名はマリアですからね。それから、シャマーシュイコールイエスという、ことの、まあ、一つの、これも別の傍証ということになります。で、イスターにしてもシャマーシュにしても直接人間と触れたり接したりすることはありませんでした。階段を建てました。まあ、例えば、北はミケランジェロの掘った彫刻ですけども、こうした人間の階段を間に置いて人間との接触を保っていたと、私、林博士は考えています。まあ、いわゆる、マリア替え玉説、イエス替え玉説ということになります。そして替え玉のイエスの方が処刑されるわけですね。まあ、それに、シャマシが心を痛めなかったはずがありません。まあ、それについては別のところで説明しましたので、今日は省略します。ともかくも、左の流れがローマンカトリック、いわゆるバチカンへとつながり、イスターは、ローマ時代に、国教となると同時にですね、4世紀後半に、イスターはイースターと名前を変えます。そして、現在の今でもイースターをですね、復活祭という風にしてですね、そして、まあ、カトリックでは最大の祭りとして祝っています。ローマカトリックでは最大の祭りになっています。で、これはイースターエッグ、そしてイースターラビットと繋がっていくわけです。ラビットというのはですね、イースターのいわゆるまあシンボル的な動物ということになっています。まあ、そういったことからも、イスターイコールマリア説が繋がっていくと私は考えています。で、ウサギについては、まあ、神聖な動物であって、一般には食べるのを禁止されていたと。まあそういった動物なんですね。まあイスターのシンボル的な動物であったということです。まあそういったことを、この、論文は説明しています。で、イースターエッグ。それから、イースターラビットというのが生まれたわけです。そして、その、まあ、イースターエッグがですね、左の左右の、イスターの、いわゆる彫刻の、いわゆる模様と似ている。ということになります。で、これが本当に卵なのかどうかということなんですけどもね、彫刻によっては先にちょんとね、いわゆるレモンの頭のようなものが表現されているのもあります。ですから、まあ一応卵とは言い切れないと思いますけども、要するに大切なことは、こうした、まあ一風変わった、まあ衣服をですね、イスターが身につけていたということです。そこに注意してください。ここで、1952年9月12日に起きた、ウェストバージニアで起きました、フラットウッドモンスター事件に話を戻します。で、これらの少年たちによって、そしてこの女性によってですね、この人によってですね、こうした似顔絵も描かれました。似顔絵といいますか、絵が描かれたわけですね。まあ他にも描かれているわけですけども、まあ結構な数の人たちによって目撃されているわけですね。で、こうした絵も残されて、こうした絵を元にして、こうした絵も起こされたということなんです。この絵が今日は大変重要かと思います。というのはですね、この絵が最初に見せました、苦行中のブッダと言われている、まあ、ストダーナ・ゴータマですけども、ストダーナ・ゴータマの絵と酷似しているということです。まあ、これは現在ですね、苦行中のブッダということで、ブッダがですね、修行中に今の様子を描いた、表現したものだと言われていますけども、この、いわゆるまあ、ブッダ像と言われている。まあ、一応ここでブッダ像ということにしておきますけども、このブッダ像の顔と、そして、まあ、これも左も右もですね、ブッダ像の彫刻の頭部だけのものと思われます。で、ここに注意していただきたいんですけども、この顔ですね、まあ、左右同じかと思われますけど、右の方が、より、まあ、はっきり言っていますか。
よくわかりますので、ここでは右のブッダ像ですよね、を取り上げています。で、目の中に注意していただきたいんですけども、目の中にもう一つ目があるように見えます。いわゆる目の中の目ですね。もっと言いますと、オーバーロールヘルメットをかぶっていたということになります。で、これがですね、ブッダでない証拠は、まあ、冒頭で言いましたように、台座のところに、ゾラスター教の神事の様子が描き込まれているということです。なあち、ストダナ・ゴータマは、ペルシャ出身ですよね。お父さんは。で、ペルシャポリスの、まあ、には、上のような、世界最古のアフラマズダーのレリーフも残っています。これがブッダではないということの証拠になります。すなわち、ブッダのお父さんは、まあ、ブッダ自身も、ペルセポリスの碑文の中に名前がセッタ・アルタという名前で残っています。宇宙の真理の解放者という意味だそうです。そして、ダリウスに追われて、現在のネパールのルンビネへと逃げていきます。つまり、この台座が、ブッダではないという証拠のみならず、ブッダの父親のストダーナ・ガウタマであるという証拠の一つということになります。そして左右には、南伝仏教の僧の独特の衣服を身にまとった僧が彫られています。もう一度確認のため、この訓行中のブッダと呼ばれている僧の目に注意してください。何かしら目がおかしいんですね。特に左上の僧の目は黒くて落ち込んでると言いますか、くぼんでますね。が、どうなってるか明るくしてみましたが、よくわかりません。そこでまあ、右下の像を使ってみることにします。まあ、繰り返しになりますけども、頭を見れば、これらの4つの像は別々の像だということがわかります。まあ、しかし、皆同じように、くぼんだ目が描かれているということですね。そして、注意深く見ていただくとわかりますように、目の中に目があるのがわかります。瞬膜かなというふうにも判断したこともありますけども、瞬膜は下から上にはありませんのでね。ですからやはり目の中に目があるということになります。なあち、これを、まあ、苦行中のブッダと呼ばれている像の像はですね、オーバーオールヘルメットをかぶっていると、私、林修士は判断しました。そして、冒頭に挙げましたように、そのコンセプトは、イスターの像と共通しています。今までの流れを追いながらもう一度説明します。イスターです。そして右が苦行中のブッダと呼ばれている像の像です。で、比較してみてください。目の中に目があります。つまり、これら両者はオーバーオールヘルメットを被っていたと私、林修士は判断しています。そしてそのコンセプトは同じであるということですね。すなわち、まあ、イコール、その、イスターイコール、ストダナ・ゴータマということではありませんけども、同じファミリーの、同じ、まあ、言いますか、エイリアンであった可能性は大変高いということです。また、神々の系図を見るまでもなく、同じであってもおかしくないわけですね。イスターは、いわゆるまあ、アヌを演じる派ですよね。そして、シャマーシュは、まあ、その、兄弟ということになります。一方、ブッダのお父さんは、父親のストダナ・ゴータマはですね、ゾラスター教を信仰していました。そしてその頂点に立つのは、マルドゥックということになります。すなわち、マルドゥックの流れを組む、もっと先にはマルドゥックの父親の延期の流れを組む、一派であったということになります。それについての説明も、少し前の動画の中でしましたので、またそちらを、興味のある方はそちらをご覧になってください。で、左が、レディ・イン・ファティマです。右が、フラッドウッド・モンスターです。このように、関連性を持って繋がっていくということですね。で、ここで重要なことなんですけども、左の、苦行中のブッダ像と呼ばれている像と、そして、フラッドウッド・モンスターの、で、目撃された、エイリアンの、まあ、絵とはですね、大変よく似ているということです。今それを皆さんにご覧いただいていますけども、これをどのように判断したらいいかということなんですね。あまりにも酷似していると言いますか、偶然の一致ではありえない、というレベルでね、酷似しているということになります。注意深くご覧ください。そして今度、顔の部分を拡大してみますが、まあ、先ほどの分かりやすい方の、
写真を使いました。そして比較してみると、これまた違う点がないという点で、よく似てるってことですよね。まあ、これをやはり、同じことの繰り返しになりますけども、どのように評価、まあ、なってこますか、判断したらいいかということになってくるわけです。つまり、左が、まあ、苦行中のブッダ、ガンダラブですね。で、右の方は、1952年ですからね、20世紀の半ばに、ウェストバージニアのフラットウッドで現れたエイリアンということになります。まあ、こうして繋がっていきますと、神々すなわちエイリアンはその都度地球を訪れていたということになるのではないでしょうか。で、結論ということになります。イスターです。マリアです。そして、みんな、苦行中のブッダ、イコール、父親のフトダナ・ガウタマです。これらの、二人の神々は、オーバーオールヘルメットをかぶっていました。オーバーオールヘルメットと判断しています。そして左が、イスタール、イスター像ですね。そして、同じ服装をした、女神がファティマに現れました。そして右が、やはり、まあ、苦行中のブッダと言われてますけども、フトダナ・ゴータマ、いわゆるブッダのお父さんです。そして、同じ顔を持った、フラットウッドモンスターが1952年9月12日に、ウェストバージニアで現れました。で、これら両者はですね、同じとは言いません。同じファミリーの仲間であったと、シロシは考えています。つまり、神々は去ったのではなくて、まだ私たちの周辺にいて、その時々において、この地球を訪れているということになります。これが、この動画の結論ということになります。Bye for now. Wikipedia writes as follows. The miracle of the sun was an event which occurred just after midday on Sunday the 30th, October 1917, attended by some 30,000 to 100,000 people who were gathered near Fatima, Portugal. Several newspaper reporters were in attendance and they took testimony from many people who claimed to have witnessed extraordinary solar activity. This recorded testimony was later added to by an Italian Catholic priest and researcher in the 1940s. According to this report, the event lasted approximately 10 minutes. The three children, Lucia and two other children, who originally claimed to have seen Lady of Fatima, also reported seeing a panorama of visions, including those of Jesus. In her fourth memoir, dated December the 8th, 1941, Sister Lucy copied the first two parts of the Fatima secret word for word, including what appears to be the conclusion to the whole secret. In the end, my immaculate heart will triumph. The Holy Father will consecrate Russia to me and she will be converted and a period of peace will be granted to the world. Vatican version of the third secret released on June the 26th, 2000. On June the 26th, 2000, the Vatican released what they claimed to be the third part of the secret of Fatima given by Our Lady to the three shepherd children on July the 13th, 1917. But this text contains no actual words of Our Lady indicated by the etc., etc. This event in Fatima, however, I, Hiroshi Hayashi, would like to say that
implies more serious fact that we humans have been under the control of aliens whom you may call gods. 1917年の10月13日、ポルトガルのファティマで、いわゆる踊る太陽事件と呼ばれる、まあ、人間の歴史においてもですね、最大級の UFO 現象が起きます。この続く動画の中で、それについては詳しく説明しますが、その日およそ10万人もの人々がその踊る太陽を目撃します。で、その10月13日の踊る太陽事件に先立って、ルチアをはじめとする3人の子供が彼らが言うところのファチマのレイディに5回、実際にはうち1回は探検によって制止されているため4回会っています。その時、ファチマのレイディに教えられたのがファチマの秘密と呼ばれる3つのメッセージです。第1と第2についてはすでに公開されていますが、第3の秘密についてはそれから83年間、バチカンによって秘密にされました。が、2000年のですね、6月26日にそれが公開されました。今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお見せしますが、内容については様々に議論されています。また、公開された内容そのものが事実と違うと、まあ、広く指摘されています。例えば、ルチアは2時間も証言したのに、それにしては内容があまりにも短い。あるいはその内容を読んで、当時の法王がですね、呆然自失になってしまったというほどですね、まあ深刻な内容ではないということなど、さらに言えば、83年間も秘密にしておかねばならないほど重大な事実ではなかった、などなど。がここではこうした議論とは別に、さらに重大かつ深刻な事実が浮かび上がってきました。それを皆さんに今日ここでこの動画を通して紹介します。つまり私たち人間は明らかに私たちが神々と呼ぶエイリアンによってコントロールされているという事実です。わかりやすく言えば私たちの政治そのものがエイリアンによってコントロールされているという可能性が極めて大きいという事実です。ファティマの踊る太陽事件にはそんな事実も隠されていました。そんなバカなと思われる人はほんの15分間だけ私に時間をください。あなたもその事件に隠れている重大かつ深刻な事実に驚愕なさるものと確信しています。その証拠を皆さんにここでお見せいたします。私たち人間は今の今も私たちが神と呼ぶエイリアンによって管理されています。This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. では動画を見ながら説明します。では、ファティマ第三の秘密。これが、まあ、三人の子供ですね。で、このイラストはですね、外国の方が送ってくださいました。ルチアたちが、まあ、証言に基づいてですね、描かれた絵だそうです。で、2000年6月26日に、いわゆる第一と第二はですね、すでに公開されていましたけども、第三の秘密について公開されたと。まあ、しかし、内容的には、目新しいものはない、ということだそうですね。で、ルチアがですね、近隣の司教にね、手紙を書いてまして、で、その、手紙の内容から、まあ、大体、どのような、第三の秘密がね、どのようなものかということがわかる、ということで、こうした手紙が紹介されています。まあ、手紙の、手書きのですね、手紙が残っているってことですよね。で、それによると、まあ、ルチアたちがですね、まあ、目の前に、まるで、まあ、その、パノラマのね、ビジョンを見せられたということが書いてあるわけです。で、今日はここではこれがポイントではありません。まあ、このことについてはね、もうすでに多くの研究家がいろんな角度から、意見を述べてますので、私の出る幕はないと思われます。が、それ以上に深刻な問題が、この事件の裏に隠されていました。で、これを、そのことについて、これから皆さんに話します。極めて深刻なことなんですよ。まあ、この、ルチアの、いわゆるまあ、その証言ですよね。証言の中に、実は、ロシアという言葉が3度出てくるんですね。で、そこに今日は注目していただきたいと思います。
で、これがまあ2000年の6月26日に、公開された、待ってますか、バチカン側の、まあ前になってますかね、文書ですけども、ロシアが戦争を起こして、ここにロシアって言葉が出てきますね。ここに注意してください。そして、迫害されると。で、苦しみを持ってくると書いてあるわけですね。いわゆるロシアが、いわゆる侵略すれば世界は滅ぶ国も出てくるだろうということが、ここに書いてあります。なわちですね、なぜ、ファチマで踊る太陽事件が起きたかと言いますと、深くロシアが関わっていたということです。で、そのことを、まあ、三つの秘密の中に、こうした文言として残っているわけですね。ロシア、ロシア、ね。ロシアは、誤りとともに世界を侵略したと。まあ、そういうことなんですね。で、ロシア、ロシア。ですから、まあ、簡単に言えばロシアを何とかしろ。ということで、ファチマの、まあ、踊る太陽事件が起きた、起こされたということになりますよね。なあち、ただ単なるショーではなくて、その裏には、なってますか、重大になってますか。メッセージが込められていたということになるわけですね。皆さん、いわゆる信者の人に対しにですね、賞を見せるというのは、そういった気持ちではなくて、そういった賞じゃありませんけどもね、奇跡を見せながら、大変な時代になってますよということを言って、まあ、注意を喚起したということになるのではないでしょうか。すなわち、こういう形で、人間の心を、まあ、動かしたということになるわけですね。それがまた、その、我々が神と呼ぶエイリアンの目的であったということにもなるわけです。で、これはルチアの手紙ですね。で、まあ、このように天使を見たとか、そのようなことが書いてあるわけですけども、まあ、今日は、これについても、まあ、マイナーな問題ということになるわけですね。大きな問題。今日のテーマではありません。今日のテーマは、今言いましたように、ファチマの、いわゆる踊る太陽事件と、ロシアが深く絡んでいた。そして、そのロシアに対して、何とかしなさいよ、ということを、言うたびに、いわゆる、エイリアンがですね、10万人ほどの人たちの前で、踊る太陽を見せたということになるわけです。なわち、こういう形で、エイリアンは、人間の政治そのものを動かそうとしたということになるわけです。まあ、ここが私は重大だと言ってるんですよ。わかりますか？いわゆるなんて言いますか、人間の政治に直接なって言いますか、こうして奇跡という形で奇跡を見せる、まあ奇跡ってことになるわけですけどもね、奇跡を見せることによって人間の心を、まあ、誘導するというかですかね、動かすと言いますか、自分の目的に合わせて、人間を動かしていくというところに、まあ、私はこのファチマの事件の目的があったというふうに解釈してますけども、まあ皆さんどうでしょうか？このロシアという言葉が出てくるというところに注意してくださいね。じゃあなぜロシアかということにもなってくるわけですけどもね、その理由も今これから皆さんに説明しますが、まあこのような形で、まあ、レディオブ・ファチマがですね、3人の子供の前に、計、まあ、6回現れるですね、1回は言ってませんけど、ね、その同じ年実は、1917年、ロシア革命が起きるんです。ここにポイントがあったわけですね。ロシア革命が、これはグレゴリー暦で3月と11月にロシア革命が起きます。ロシア暦では2月と10月ということになります。もう皆さんわかりですね。同じ年の3月に、ロシア革命が起きている。すなわち、この時、ロシアに、まあもちろんですけども、拠点を持つ、正教会、ロシア正教会が、まあ、大変な、まあ、大災害を被るわけです。で、それに対して、エイリアンがですね、ファチマに現れて、大奇跡を演じてみせたということになります。まあ、これはですね、今ルチアたちが、6回、まあ、コンタクトしてるんですけど、1回、まあ、5回会うわけですけどね、の様子が書かれたものです。そして、6回目に、例の、ファチマの、いわゆる、まあ、踊る太陽事件へと繋がっていくわけです。で、年表にしてみました。注意深くご覧ください。3月にロシア革命が起きます。そしてその2ヶ月後に第1回目の遭遇があります。ルチアと3人の子供は、レディオブ・ファチマに会います。そしてそれが2回目、3回目、4回目、5回目、4回目は多分会ってないと思うんですけども、5回目、1回は抜けるんですね。人心を惑わすという理由で、官憲に逮捕されます。それで5回目になって、そして6回目に、ファチマの踊る太陽事件へと繋がっていきます。
で、ここで10万人人が集まった。そして同じ年のその翌月に第2回目のロシア革命って言いますかね、11月に革命が起きます。2回目の革命というふうに言われています。で、ロシアで忘れて、ロシア正教会で忘れていかないのが、パスハという祭りです。まあ、カトリックでは復活祭と言っているお祭りですけども、ロシア正教会では最大の、また最重要の祭りとして言われています。そこで言われるのが、イースターですね、要するに。そこで、まあ、卵ですね。イースターエッグっていうのは皆さんもご存知だと思いますけども、ロシア正教会では、このイースターエッグを大変重要視しています。そして、この復活祭、まあ、いわゆるまあ、にはですね、この卵を、まあ、で祝うってことですね。で、もう一度年表を見てください。3月にロシア革命を起きました。そして、続いて、ファティマで、3人の子供たちが、レディオ・ファティマに遭遇して、そして、ロシアをなんとかしろという強烈なメッセージを受け取るわけです。まあ、それに基づいて、まあ、10万人近い人が集まって、そして、まあ、なんて言いますか、奇跡を目の当たりにするわけですね。そして、その間に滞在するのが、ロシア正教会ということになるわけです。まあ、そのことを、まあ、ファティマの、レディオ・ファティマは、表現したということになりますから、今、皆さんご覧いただいているのが、ロシア正教会の、イースターエッグです。もうわかりますね。なあち、まあ、はっきり言えば、イスタールがですね、このような形で、ファチマで、奇跡という形で現れて、そしてこのような形で、人間の政治に介入したということになります。これは大変重大な意味を持つわけですね。まあ、これは神々の形像を皆さんに見ていただいていますけれども、これらは、出陳説に基づいて、少し前私が作ったものです。アノマイテ、エンディル、エンキがいます。で、エンディル一派の中の、いわゆるまあ、ラム族ですね、の、頂点に立つのが、やがて左のイシュタールですね、イナンナイシュタールです。で、右の方はマルドクへと流れが繋がっていって、そしてまあ、アノオたちは、まあ、出陳説によればですよ、今から4800年ほど前に、ニビルに、へと帰っていきます。そして残ったのが、イナンナイシュタールと、それからマルドク一派。マルドクの方がサーペンド族ですね、になります。そしてこの二派がですね、互いに戦います。ただ、マルドクとザラストラの関係はわかりませんけども、流れを組んで、ザラストラ、そしてミトラ教へと繋がっていきます。ミトラが生まれた時、三人の前に、ペルセポルスからやってきて、三人の前にがね、やってきて、ミトラの誕生を祝います。ミトラは、母、アンヒータのもとでですね、諸女解体で生まれます。この三番目にいるのが、ついでですけども、ダリウスです。それから、いわゆるまあ、ターキッシュケープを着て、フリジャブを被っています。そういうところから、まあ、これ、ダリウスと判断しました。顔も一致します。なあち、この三人の前のうち、一番先頭右側にいるのが、カンブジア二番目がストダラ・ゴータマ。すなあち、私たちが、ブッダと呼んでいるシッタラ・ゴータマのお父さんということになります。そして三番目が、ダリウスです。このように、まあ、ここでミトラ教と仏教の接点が生まれるんですよ。で、左が、イナナとシャーマシと組んで、キリスト教を立ち上げます。シャーマシは、ギリシャ神話でヘリオスと呼ばれています。そして、中央にあるのは、これザラストラの肖像です。左が、イエス・キリストの一番古いカッパドキアに残っている肖像ですね。顔も一致します。まあ、これは一致したというか、キリスト教の方が、まあ、コピーしたということになるわけですね。その流れが、ロシア正教会へと繋がっているわけです。そして、そのロシア正教会が最大の危機を迎えるわけですね。それが、ロシア革命ということになります。それで、まあ、イスタールはですね、パチマに現れて、そして人心を誘導しようとしたということになるわけです。これはまさにですね、我々が神々と呼ぶ、いわゆるエイリアンの直接的な人間の政治への介入の一つの重大な証拠となるわけです。もう一度ここにロシアという言葉が出てくるところに注意してください。ロシア。いいですね。ロシア。すなわち、ファティマの踊る太陽事件という奇跡は、ロシアを意識して起こされた、まあ、いわゆる奇跡ということになります。ここが重要です。ただ単なるショーを私たち人間に見せたのではなくて、その裏には重大な意図が隠されていたということですね。言い換えますと、まあこういう形で人間の政治に直接、まあ神々が、我々の神々というエイリアンが直接介入してきた事件が、このファチマの踊る太陽事件ということになります。なあち、まあこれは人間にとっては大変深刻かつ重大な問題かと思います。私は今までですね、直接的にはエイリアンというのは人間の政治には介入してこない、していないもんだと思っていましたけども、この事件が、すなわち、エイリアンたちがですね、直接人間に介入してきたという直接の証拠になります。それがこの証拠の分ですね。こうした伝言も残しています。ついに勝利した!勝ったぞ!私は安堵したぞ!世界に平和が訪れるだろう!
っていうのは、伝言、メッセージまで、エイリアン、いわゆるファチマのね、レディオ・ファチマは残しています。そしてその証拠としてですね、3番目、ロシアは世界に、あおり立つ、まあこれは予言ですけどもね、あ、2番目ですかね、大きな光がヨーロッパ中に現れるだろうってことを受けましてですね、実は、その開口現象がヨーロッパ全土で起きています。まあこういう形でですね、まあこれは1938年の1月25日から26日にかけて、ヨーロッパ全土に赤いオーロラが見られます。見られたってことですね。こうした事件も実際に起きてるわけですね。これも、ファチマの予言通りに起きたということで、当時は大騒ぎになって、まあ、研究家によってですね、このオーロラ現象というのは、ファチマの予言に基づくものだというふうに説明されています。まあ、実際にこういうことが起きたということですよね。ヨーロッパに赤いオーロラが現れたということです。ということで、まあ、今日は大変深刻な話をしました。続くビデオもどうかよろしかったらご覧ください。ファチマの事件の謎について迫っていただけるものと思います。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the Virgin of Fatima.On the day of October the 13th, 1917, almost 30,000 people witnessed, circled the dancing sun over their heads, the incident of which they call the miracle of the sun, as had been foretold by three children in Fatima. After this incident, Miss Jamenka in Spain wrote to me a mail in which she asked me to check the drawing of the Virgin of Fatima who had appeared in front of the three children to give them her messages. Here you see the representation of the Virgin of Fatima based on the initial descriptions provided by Lucia dos Santos, the largest of the three children who witnessed the appearancesIn 1917, in Cova da Ilha, Fatima, Portugal. 1917年10月13日、ファティマの奇跡が起こりました。太陽の奇跡と呼ばれているものです。その日、3人の子供の予告に従い、数万人の人たちが見ている図上で、太陽が様々な色の光線を放ちながら踊り始めたというのです。で、この事件について、スペイン在住のジェメンカさんという方より、こんなメールが届きました。三人の子供は、その奇跡に先立ち、聖母、つまり、マリアに何度か会っています。で、その中でも当時、最年長だったルシアの証言に基づき、聖母の姿が記録として、つまり、絵として残されていたというのです。その絵について、私の方で検証してみてほしいと。で、これがそのルシアの証言に基づいて描かれた絵です。で、画面を見ながら説明します。これがジェメンカさんが届けてくださいました絵です。まあ一般には聖母マリアと言われていますけども、まあ、聖母マリアであったかどうかは私にはわかりません。ともかくもそれと同時にですね、まあ、この絵の載っているホームページを紹介してくださいましたので、そのホームページの、ま、説明をですね、まあ、スペイン語で書かれていたんですけども、それを翻訳してみました。で、ルシアの供述の、もとにですね、こうした絵が描かれたということだそうです。まあ、この3人の子供のうち、向かって一番右側にいるのがルシアさんと思われます。これがその絵なんですね。まあ、聖母マリアと言われています。で、この絵について、まあ、いろいろと検証していますが、まず最初に思いつくのが、イシュタールです。まあ、ギリシャ彫刻、あるいはペルシャ周辺には、イシュタールの像がたくさん残っています。このイシュタール像と見比べていただきたいんですけども、頭の周りに後輪があります。そしてですね、大変、まあ、奇妙と言いますか、ことにこのボコボコ感ですね。これはね、イシュタールというのはもともとは豊穣の神でして、まあ、卵をぶら下げていたという説もありますが、まあ、これ卵ではありませんね。卵というふうに、まあ、説明されています。そしてこのローブのような、まあ、ものを身にまとっています。そして足のコンセプトが大変よく似ているということですよね。で、私は、まあ、一致しているわけではありませんけども、この程度似ていれば、ほぼ同じと
いうふうに私は判断します。すなわち、三人の子供が見た聖母マリアというのは、イシュタールの可能性が極めて高くなってきたということです。左右に、まあ、像となっているのは、これはギリシャ彫刻の、時代の話で、彫刻なんですよ。それと同じ、まあ、姿をしたですね、聖母マリアが三人の子供の前に現れて、いろいろと、まあ、なんて言いますか、メッセージを残したというわけです。で、私は、この、まあ、聖母マリアと言われているこの、まあ、人はですね、エイリアンであり、イシュタール、すなわち、イナンナであると判断しました。で、もう一度神々の歴史について振り返ってみたいと思いますけれども、これは七神説に基づいて表にしたものです。左がラム族、まあ、レプタリアン族というふうに呼ばれています。右がサーペント、クラン、竜族ですね、延期の方です。で、まあ、このようにですね、二つに分かれるわけですけども、もともと延期の方が兄であったんですけども、まあ、制裁の子ではないということで、地上の支配権はエンリルの方に移ります。エンリルの方はレプタリアン族、そして延期の方は、まあ、竜族ということになります。手がくるんくるんと曲がっているのが特徴です。その、まあ、竜族ですよね。これは、中国に残る女家と福音ですけども、手に直角コンパス、直角定規とコンパスを持っています。そして人間を改造しました。そしてですね、まあ、そのあたりから、エンディルと延期の対立が始まったものと思われます。そしてこの直角定規とコンパスは現在のフリーメイソンのシンボルマークへと繋がっています。まあ、延期すなわちプロメテウスは人間にとっては、まあ、なんて言いますか、英雄ということになるわけですね。一方、エンディルの方にとっては、悪魔ということになるわけです。そしてエンディルの方はやがてイシュタールと組んでですね、シャーマシュとイシュタールが組んでキリスト教を立ち上げます。そして、まあ、延期をですね、サタンと位置づけます。左上がですね、これイシュタールの紋章。そしてその今現れたのがシャーマシュの紋章です。で、シャーマシュがイエス・キリストと名を語って、そしてキリスト教を立ち上げます。まあ、その前からミトラ教が、まあ、勢力を伸ばし始めるわけですね。それに対して私は危機感を抱いたのではないかと思います。まあ、右の上の図がですね、これはミトラ教の神事の様子です。まあ、この神事の中では、左側に、まあ、エンディル、そして右側に延期、三角形のマークがありますね。現在の、まあ、いわゆるまあ、フリーメイソンのシンボルマークです。もう一つ神々の歴史を別の角度から迫ってみたいと思います。アヌ王がいます。そしてエンディルと延期がいます。で、延期は先ほど言いましたように兄であったんですけども、まあ、制裁の子ではないということで、まあ、エンディルの方に、地球の支配権が、移るわけですね。そして、アヌ王は、今から、3800年頃前に、いわゆるニビルに、まあ、戻っていったとされます。残ったのはイシュタール、そしてマルドゥクということになります。で、イシュタールがですね、まあ、やがて、シャーマシと組んで、キリスト教を立ち上げます。まあ、これはですね、右の方はですね、これは直接的にはまだ繋がりはわかりませんけども、マルドゥクの方は、やがてザラストストラ、すなわち、ゾラスター教を立ち上げて、そしてその一派がミトラ教を立ち上げます。その三人の、前にはですね、そのミトラ教の誕生に立ち会います。一番向かって左にいるのがダリウスです。顔が一致します。となりますと、一番先頭にいるのがカンボジア、二番目にいるのがストダーナ・ゴータム、すなわち、ブッダの父親ということになります。そして、ダリウスに追われて、現在のレパール、すなわち、ルンビニへと逃げていきます。一方、シャールと、それからシャーマシュは組んで、キリスト教を立ち上げます。で、キリスト教は、そっくりそのままミトラ教をですね、コピーして、立ち上げます。そして、ローマ国教となると同時に、ミトラ教を徹底的に弾圧します。そのイシュタール、当初は、チャーチオブローマはイシュタール教の祝祭が強かったと思われます。そして、ローマ時代に、まあ、国教となった後ですね、イシュタールは、イースターと名を変名し、現在でもカトリックでは最大の祭りとして祝われています。こうした流れの中で考えていますと、マリアがですね、まあ、イシュタールがマリアの名前を語って、そして三人の子供の前に現れたとしても、何ら不思議はないということです。まあ、これがですね、もう一度戻りますけれども、ファティマに現れた、まあ、ザ・バージンということになってますね。まあ、聖母マリアです。そしてその姿はイシュタールの姿と一致している。ここでまた、成功と言いますか、ぴったりと合うわけですね。そしてその衣服はですね、まあ、三人の子供の、まあ、証言に基づいて書かれた、いわゆる聖母の姿がですね、ギリシャ彫刻に表現されている、豊穣の神イシュタールとまた一致するというわけです。まあ、こうして不思議だと言いますか、連続性を持って繋がっているということはですね、現在の今でも、バージン、すなわち、イシュタールは、この地球上のどこか、あるいは、まあ、地球上かどうかわかりませんけども、地球の近くのどこかにいると判断できると思います。
この、まあ、なんて言いますか、これをですね、霊的な存在と見るか、あるいはエイリアンと見るか、皆さんの判断にお任せしますけども、続くビデオを見ていただくとわかりますように、もうこれは霊的な存在、すなわちスピリチュアル的な存在ではなくて、明らかにエイリアンですね。ということで、バージン・ファティバイコール・イシュタールということになります。そしてそのイシュタールは、この2000年という時、あるいは2000年以上の時を経てですね、現在の今も、この地球、私たち人間の近くにいるということになります。で、結論ということになりますが、もう一つ、追記しておきたいと思います。これがその、1917年のマイル・ファティマの様子ですね。この人たちの目線を見てください。みんなこの情報、右の情報に向かって目線が向いてますね。ということは太陽の、いわゆる踊る太陽は右上方にあったということになります。ほぼ右の上の方ですね。しかしこの杖のですね、影をしっかりと見ていただきたいと思います。赤い線で示したのがその杖ですけども、ごめんぼんやりとですね、かすかにまあ影が残ってるかなという感じで、まあ見えますけども、影かどうかは実のところはっきりしませんが、拡大していますとなんとなくこうぼんやりとして見えますね。で、この日太陽が踊ったと言いますけども、この影を見てみますと、いわゆるまあ、人々がね、見上げてる、まあ、ダンシングサンの方向とは、影の、まあ、向きが違うってことですね。ってことは、この日私の、まあ、まだ、この図だけでははっきりしませんけど、また証拠を集めてみますけども、太陽が二つあったように思います。すなわち、まあ、私たちが、まあ、元からある太陽とですね、その日、まあ、踊る太陽として現れた太陽とですね、まあ、人々の目線と、そしてこの棒の影が、ややずれているように感じます。ただ、これが影かどうかということはまだしっかりと、まあ、判別できませんので、なんとも言えません。当時は曇りでですね、ダンシングさんがその雲を割って現れたということになっています。ですから、まあ、この影の形が、まあ、影とか、影の方向が違う。本来ならこの左の白い線のような方に影が伸びて、この、まあ白い線ですね。のように、この黒い影のようなものができていてもおかしくないわけですね。目線の方向からして。ですからまあ、太陽が私は当日二つあったのではないかと考えています。まあこれは確かなことではありません。いかがでしょうか？続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the most major UFO witness incident which occurred on October 13, 1917 in Fatima, Portugal. On that day, 10,000 people witnessed the dancing sun in the sky as had been foretold by three children.Wikipedia writes about the incident as follows. The miracle of the sun was an event which occurred just after midday on Sunday the 13th, October 1917, attended by some 30,000 to 100,000 people who were gathered near Fatima, Portugal. Several newspaper reporters were in attendance and they took testimony from many people who claimed to have witnessedExtraordinary solar activity. This recorded testimony was later added to by an Italian Catholic priest and researcher in the 1940s. It was an UFO, or what else do you think it was?人類史上最大規模の UFO 目撃事件が1917年10月13日、ポルトガルのファティマで起きた、いわゆる踊る太陽事件、あるいは太陽の奇跡と呼ばれる事件です。その日、3人の子供たちの予言に従ってですね、まあ、人々が集まってみますと、踊る太陽が空に現れ、ウィキペディア百科事典によると、3万人から10万人の人たちがそれを同時に目撃しました。それについての動画は、この動画の後につなげておきますから、それをご覧になってください。が、今日のポイントは、この事件そのものではありません。その大奇跡をですね、カトリックの信者でもない人や、若い人たちも皆同時に目撃したということです。写真を見ると、空を見上げながら、懸命に祈っている人の姿もありますが、同時に姿勢を崩し、笑いながら見ている人もいます。まあ、新聞記事によりますと、泣きながら祈っている人もいたそうです。さらに、
驚くべきことに、遠く離れたところから、ファティマ上空にその踊る太陽を見た人もいるということです。まあ、ベランダからですね、そのファティマの踊る太陽を見た人もいるということです。もしこの大奇跡がですよ、霊的、つまりスピリチュアルなものであれば、こんなことはありえないことです。信者でもない人や、あるいは、まあ、信仰の浅い若い人がですね、ニヤニヤ笑って見てるような頭上にですね、そんな、まあ、奇跡が起きるはずがないということです。が、それでもあなたは、この事件をですね、神による大奇跡と捉えますか？またそのように考えることができますか？それとも、人類史上最大の UFO 事件とあなたは考えますか？まあ、どちらであるにしよう、あなた自身でもう一度考え、判断してみてください。繰り返しますが、UFO 目撃事件の中でもですね、人類最大の目撃事件といえば、ファティマの踊る太陽ということになります。で、まあ一部分を出ますか、こうしてご覧いただいてますけども、まあその事件の後ですね、1940年代に、カトリックの牧師がですね、このファティマに住んで、そしていろんな人たちから証言を集めたということなんですね。そうした記録がしっかりと残っていて、まあ本にもなったということだそうです。で、この子ですね、ファティマから18キロ離れたところに住んでいたエルシテがいましてね、まあそれは彼は少年時代にそれを見たそうですけども、その証言記録もあります。ベランダからまあなんて言うか空に見たのではなくて、まあ水平に見たということでしょうね。そしてですね、太陽自身は、まあ、見上げても眩しくなかったそうです。まあ太陽と考えることの方が無理があるのではないでしょうか。で、今日のポイントはですね、もう一つこの事件を考え直してみてほしいのです。つまりここの部分ですね、そこにいた人の中には、信者もいたし、そうでない人もいた。敬虔な老婦人もいたし、そうでない若者もいたということです。まあ、信者の方がですね、そうした奇跡をですね、霊的な意味で見たということはあり得るかもしれませんけども、信者でもない人が見えたということは、まあ、そういうものではなかった、霊的なものではなかったというふうに私は判断します。そして、まあ、エルシは先ほど言いましたようにですね、家のベランダから見たと。そういうふうに、まあ、証言している人もいるわけですね。ということは、太陽ではなくて、太陽とは別の、まあ、UFO であったということになるのではないでしょうか。繰り返しますが、人類史上最大の UFO 目撃事件です。私は無視できない事件だと考えています。続くビデオをどうかご覧ください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. A miracle of the sun, mystery of Fatima, 太陽の奇跡、ファティマの謎。まず皆さんに神々の紋章についての説明をしておきたいと思います。大占領ジャパンです。バチカンです。そしてメッカ、カーバです。これがメッカの旧敷地図です。これらは神が人間に渡す王権のシンボル、すなわちリボンのついた輪を表していると私は考えます。アフラマズダーです。アフラマズダーがどこかの王にその輪を渡しているところです。丸い輪に短冊がついています。そして、このシンボルが日本では締め縄になったと考えられます。マヤの王の耳飾りになっています。ツタンカーメン王もこんな耳飾りを使っていました。丸い輪にリボンです。王権を表すと考えられます。そして、アンク十字もその流れの中にあり、さらに興味深いことに、ツタンカーメン王の墓から見つかったこの飾り物の中には、太陽の紋章が彫り込まれています。左が聖なる紋章ですね。ジャパンです。やはり太陽をかたどっていると考えられます。では、ファティマへ行ってみましょう。
このバチカンから線を引いてみます。90度時計回りに回してみますと 90.0、89.44 でモヘンジョダロに向かいます。反対側 270.0、すなわち 268.96 で、まあ、西になるんですけども、その方向にファティマがあります。中央がバチカンです。まっすぐ右、すなわち90度で行きますとモヘンジョダロ、270度で、まあ、西に行きますと、ファティマへ行きます。ファティマは、こういう位置関係にあります。その、ファティマへ行ってみましょう。ファティマです。ここで、1971年の10月13日、大変な奇跡が起こりました。ファティマです。現在のファティマです。1917年の10月13日、三人の子供の予言により人々が集まると目の前で大変なことが起こりました。これは1917年10月13日の様子です。当時のカメラマンがこのような写真を残してくれました。そして人々が待っていると、その奇跡は起こりました。いろいろな説明がなされていますが、予言通りに、まあ信じがたい現象が起きたということが、まあ不思議、謎ということになります。人々が見上げていると、雨が止み、そして雲が裂け、青い空が見えたかと思うと、太陽が現れたというのですね。そして当時の人々の言葉を借りるなら、太陽がダンスを始めたと言います。それが、まあ、ファティマの奇跡、太陽の奇跡と呼ばれているものです。本当にそんなことがあったのか、なかったのか。その奇跡について調べてみますと、ウィキペディア英語版の方で詳しく説明してありました。それを、まあ、訳してみますので、どうかお読みください。
で、検証してみますが、太陽のダンスはあったのかなかったのかということなんですね。太陽のダンスはありました。またあったと考えることの方が合理的で自然です。その証拠がファティマに残っているわけですね。これが現在のファティマです。もし嘘や、まあインチキであれば、このような寺院を建てることを、この地域の人が良しとはしなかったはずです。こうした壮大な寺院が建っていること自体が、その証拠だということになります。人々がそれを支えたのです。懸命に支えたのですね。それに、この線を見てください。右がモヘンジョダロ、左がファティマ。そして中央がバチカンですけども、真一直線に並んでいます。が、それだけではありません。これが現在のファティマです。そして、左がバチカンです。大占領ジャパンです。そして、メッカ・カーバです。このように神々は天から見て、それとわかるような紋章を地上に残しました。ここが神々の領地であるぞ、という紋章です。つまり、私はこれが証拠だと考えます。ファチマの奇跡、太陽の奇跡は確かにありました。その解釈の仕方はいろいろあるだろうと思いますし、さらにその向こうには大きな謎が隠されています。それについては、この先、解明していきたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!